はい、どうも。今回はですね、EV、電気自動車はね、無理でしょっていうお話をちょっとしてみますね。そうですね、電気がないとですね、どのぐらいなんだろう。300キロぐらい走れるのかな？ちょっとわかんないですけど、200キロぐらいなのかな？お家で充電ができるはずなんですよ。で、自宅を持ってる人は、お金をかければ自宅に充電設備がつけれるんですね。だけどですよ、停電とかになると、もうダメなんですね。たまに台風とか来ると停電するでしょ？あれでもうダメなんですよ。でですね、ちょっと夏前にですね、小池百合子とか岸田とかね、あの辺がですね、電気の需給が逼迫して、なんかものすごい停電になるか、そんな感じになるかもしれないんで、エアコンを止めろって言ってたんですよ。で、まあ、何が言いたいかっていうと、電力の供給が、うまくいけなくなる可能性が高いですよって言ってる状態なので、電気自動車なんて危なくて乗れないでしょってことなんですよ。そうだなぁ。タクシーとかでもきついかもしれないですね。まあ半々、ガソリンの車半、電気自動車半で、日頃、電気自動車使って、いざとなったら、電気自動車、ガソリンの車で、対応みたいな感じにするとしても、両方いるわけですよ。あ、長く喋っちゃってるな。まあ、簡単に言いますね。だからね、部分的な EV みたいな感じだったら使えるのかもしれないけど、ね、だから日本のインフラ、電気のインフラがもう、なんでなんですかね。なんで止めろって言ったんだろう。石油の値段が上がってるから止めろって言ったのかな。そうならそうと言えばいいものってとこなんですけどね。はい、まあ、今回は EV は、そうだな、またかなり走れるようになればまた別ですけど、そんな簡単にはなんないので、ずーっと研究してるんですけど、多分ね、300キロとかもきついんじゃないかなと思うんだけど。はい、今回は EV は難しいんじゃないかなっていうお話をしました。はい、以上です。